日本近畿地方大阪府大阪市東住吉区、熊田熊田は大阪府大阪市東住吉区の町名。東住吉区を構成する19町のうちの1町である。現行行政地名は熊田1町目から熊田8町目。北部は陸の区、北東部は東住吉区今、林町東部、東部は平野区、南部は東住吉区今川町、西部は 東住吉区、桑津町、西今川町と隣接する。北部には、平野川分水路が流れ、幾野の区との境界線となっている。また西部には、今川が流れ、桑津町、西今川町との境界線になっている。なお、熊田神社があるのは、隣の平野区である。町並みは、国道25号、大阪市道、森生寺山と川線によって、大きく3つに分かれる。 国道25号より北に位置する、純工業地域の北地区、今里筋の西に位置する、西地区、新興住宅地域の東地区に分かれる。北地区熊田1丁目西地区熊田2から5丁目東地区熊田、6から8丁目熊田1丁目13の12から22.2万円2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。 国勢調査による世帯数の推移。平安時代初期坂上荒野が江戸との戦いで武功を立て、朝廷から熊田省を賜ったという伝承がある。源の義長を外する石川源氏系の熊田氏が熊田省の開拓を行ったが、15世紀頃から坂上高松を外する平野氏と、後に平野七面へと呼ばれることになる平野氏の所流が、荘園の自治に携わった。 平野七面へとは、末吉氏、土橋屋、辻原氏、西安氏氏、西村氏、三上市、井上氏の七県である。同時期から平野省と呼ばれ始める。戦国時代には、織田信長の脅威に対し、省園、町周辺に看護を建設、防御を備えたが、織田信長に屈服した。その後、豊臣秀吉が天下統一を果たすと、有力商人は大阪、 天皇寺村へ移住させられ、官号は埋められた。これが大阪の陣で徳川方につく縁遠となったとも言われる。ただし、平野教そのものは秀吉から妻の高大院に与えられ、彼女が死去するまでその所要となった。大阪の陣では平野省に徳川家康の陣が設けられ、末吉氏は平野省の大官に任命される。 大阪の神語は倒壊した町の再整備を行った。この頃から平野里と呼ばれるようになる。熊田省、平野省、平野号は同じ地域の名称であることから、時代によって変遷があった、また閉称されたとも言われる。平野号は、七町で構成される、平野本号と、近在家、新在家、今林、中野の夜村で構成される、平野三号で構成されるようになる。 現在の熊田は、平野山峡の新在家村が源流である。平野山峡ができた理由は、新田開発による枝里の形成結果であると言われている。今川の反乱を防ぐため、杭を打ち、すべて打ち終わったことに由来し、熊田になったと言われる。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に、 学校選択制度を導入しており、通学区域以外に、東住吉区の小学校、中学校から選択することも可能。大阪市中部環境事業センター、産業人口本社を置く企業主な企業商業施設2016年、現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。小学校幼稚園公園、児童遊園育は公園分か、 交流施設郵便局医療機関その他祭事、祭事今川緑道の桜時期、毎年3月下旬から4月上旬場所、今川緑道時期、毎年7月上旬場所、熊田町、今川町時期、毎年8月場所、大阪市立育和小学校主催、育数社会福祉協議会、育数連合町会完成4年1792年、混流され、非常に大きく、 繁華座の珍しい地蔵菩薩である。崩壊とは大宇宙を含む広い範囲で、一切の願い事を叶えてくれる格の高い地蔵である、ことを表している。根竜寺の最後には、新在家前地蔵と刻まれている。新在家は、熊田の旧地名である。今川緑道の熊田二丁目にある、地蔵菩薩である。天王寺駅東武市場前駅平野駅、大阪シティバスが運行。 過去には近鉄バスが安倍の橋から美少園、熊田を経て、八尾市、柏原市方面へ路線バスを運行していた。熊田交差点南東角のビル8階で撮影。左上から右下方向は国道25号。右上から左下方向は今里筋。左方向は大阪市道、つもり安倍の線。熊田交差点は熊田6丁目にあり。 幹線道路である国道25号と今里筋が交差するので渋滞の名所としても知られる。約 1.2km 南東方向にある平野警察署西交差点では北方面への行き来ができないので国道25号とその北側の地域との連絡に東交差点は重要な役割を担っている。写真のように横断歩道はないため歩行者が道路を横断する場合は 歩道橋を使う必要がある。また、東交差点から南方向の横断歩道は約400メートル離れた熊田7丁目の交差点まで存在しない。かつてはロータリー交差点だったが、1960年7月に交差点内に信号機が設置され、ロータリーが廃止となる。横断歩道はなく、1968年に歩道橋が設置された。しかし、 歩道橋の老朽化、スロープがない等の問題から、歩道橋の取り替えについて2006年より、国と地元で協議中であったが、2013年5月より、掛け替え工事が開始された。規模が大きく複雑な交差点のため自転車も入る、サイズのエレベーターの設置。画像中央には、中の様子が見れるモニターがついている。結果すべての角に自転車も入れるサイズのエレベーターが、設置された。 詳細は画像で確認してほしい。三両線で五皿を形成している。左折下の道路標識は存在しないが、国道25号西域以外の道路は、信号機の表示に関係なく常時左折ができる構造となっている。国道25号、今里筋、大阪市道、つもり安倍の線田島とは、今里筋上でわずかに接する。ありがとうございます。